ほとんど症状がない早期大腸がんしかし検診を受診することで発見することが可能です詳しいお話を秋田県医師会の松下博先生に伺いました陽性者だった場合は必ず病院を受診していただき大腸内視鏡検査を受けましょう大腸内視鏡検査は肛門から内視鏡を入れて大腸内を直接観察できる検査です 病変を発見し診断するのに非常に有用な検査です大腸がんの治療は内視鏡治療外科手術抗がん剤による薬物療法放射線治療などがあります治療法はがんの進行度全身状態年齢併存する他の病気などを総合的に判断し決定されます一般に早期であれば内視鏡治療 外科手術のみで終了することが多いですが進行して発見された場合はその状態に応じて外科手術薬物療法放射線治療を組み合わせることもあります大腸がんは早期に発見すると高い確率で根治完全に治すことが可能ながんです治療法も大腸内視鏡を用いて被害治療が可能となる場合もあり 手術となった場合においても、傷が小さい腹腔手術で可能となる場合も多く、患者さんの体の負担、経済的負担も軽く済む可能性が高いです。症状がなくても積極的に大腸が検診を受けましょう。早期発見・早期治療で治癒の可能性が高まる大腸がん。定期的な検診受診が大切です。次回も大腸がんについてお伝えします。